空港や駅などの人通りの多い場所でも目的地まで人を先導する国内初の AI スーツケースの開発が発表されました発表されたスーツケースはまだ開発途中ということで機械や配線が入り組んでいますがこの中に AI が搭載されています。自動ででで目的地まで案内してくれるとということです。 視覚障害者向けの AI スーツケースは口頭で行き先を伝えると AI が音声を認識してその目的地まで段差や階段などがない最適なルートを選択しますさらにカメラやセンサーで捉えた情報から周囲の障害物を避けるほか電車やエスカレーターの乗り降りなどは音声や振動で案内するということです 清水建設や三菱自動車、IBM など5社が共同で開発を進めていて人の行動まで認識して行列に並ぶといった空気を読む機能もつけて2022年の実用化を目指すとしています。